ドラマ「偽装の夫婦」に出演する天海祐希そんな彼女は宝塚出身で宝塚で彼女は数々の伝説を残したのだとか今回はこの件について見ていきたいと思います伝説1入団1年目で新人公演の主演に抜擢。基本的なことなので知ってるでしょうが新人公演とは本公演と同じ演目を 入団1年目から7年目までの新人たちだけで演じる公演のことです入団1年目で新人公演の主役に選ばれることは珍しく路線ではないスターは一度も主役準主役ができないことはザラですそれなのに天海祐希さんは入団1年目で新公家の主役ゆりちゃんはスター性が半端なかったですからねからでも 妬みでいいいじじめられたんじゃないと思う人もいます。女ばっかの世界だから壊そうというイメージがあるんだけどかっこ笑いだって新人のくせにとかで上級生の先輩はいい気しないのは目に見えてわかるじゃないですかゆりちゃんは明るい性格なのでそのあたりは大丈夫だったのかもですが 伝説にトップ昇格も早いけど、対談も早かった研ぎ7でトップスターになるという最速記録を打ち立てます。最近では早いと言われるゆずのぞみれおうと、明日海ウミリオでも研げ11ですから、天海祐希さんがどれだけ早いかが分かります。でも、天海さんの場合、トップスターになって、わずか2年で宝塚歌劇団を退団します。トップスターは、 平均3年くらい勤めるのが普通で、対談するときは、すごいニュースでも取り上げられて、話題になりました。人気がなく、空席が目立つから、早期対談を余儀なくされた人もいますが、ゆりちゃんは人気がすごかったので、本人の希望でしょうね。伝説さん公演のフィナーレで大きい羽をつけない宝塚といえば、大きい羽ですが、ここにも、天海祐希さんは、 伝説を残しているんですよ、アスタリスクの。トップスターは、めちゃくちゃ大きい羽をつけますが、天海祐希は、羽が嫌いなので、対談公演なのに羽なしでした。普通なら、対談公演はいつもより派手な羽を背負いますが、本人が拒否して、それが通ったそうです。基本的に、劇団とタカラジェンヌの力関係は、劇団越えられない壁タカラジェンヌなので、 トップスターの対談公演が跳ねなしというのはありえない、それを通してしまうあたり、天海祐希さんの凄さを物語ってます。「伝説4さよなら公演」でファンを見ない普通なら、公演が終了し、幕が下りるまで、スターは観客に向かい、手を振って終わるのがまあ普通ですが、天海さんは、ファンではなく一緒に踊ってきた仲間を見ました。 劇団の通例ファン仲間その他ですが天海さんの行動基準は仲間ファン劇団の通例その他でしたこう見ると劇団をなめてるのかって思っちゃいますが仲間を大事にするその心が素敵です伝説後ファンクラブの人に差別なし宝塚のファンの間にも格差がありファンクラブの幹部入りたての人では受けられるサービスが違います 初めてこれ知った時衝撃的でしたけどねファンクラブの有志でさよなら公演する人が多い中天海祐希さんはファンクラブ全員にワイングラスをプレゼントしました全員というのがミソでファンクラブの中の序列は関係なしに全員に同じワイングラスをプレゼントしたんだから